お疲れ様です。今日はですね、ニャンクーデイセスやっていきますということで、前回に引き続きちょっとニャンコのストーリーの方を進めていこうと思うんですけど、今日はね、前回宇宙編2章クリアしたんですけど、今日で3章クリアしちゃいます。はい、最近やりすぎちゃってる。毎日起きたら歯磨きよりも先ににゃんこ開いちゃってるということで、残り2ステージで3章完結で、にゃんこのストーリーは、まあ、レジェンドストーリーを除けば、この〇〇編ってやつ、あともうブラックゴールドもう一個で、宇宙編完結ということで、マジで、最近マジやりすぎてて、まあ、トレマー残り2ステージなんで、3章クリアしていこうかなと思います。で、なんか3章をクリアすると、謎のご褒美っていうのが手に入るらしいんですよ。マジでそれがキャラクターなのか、なんかの進化のアイテムとかなのかも、なんも知らないんですけど、まあ手に入れれば話が早いよな、っていうことで、ちょっとやっていこうと思います。はい、ブラックホールからね。で、まあ前回ね、2章結構余裕だったんですよ。まあ今回もぶっちゃけ余裕なんじゃねえかなと思いながらも、さあ今日のパーティーは一旦これでね、宇宙編はもうエイリアンです。エイリアンとバリアね。なんでそこの対策したメラバーニング。こいつ最強です。で、まあ最近ちょっと聞いてほしい。ほんまにやばいんですよ。ちょっと、俺最近死ぬんじゃねえかっていう出来事があって、これ見てくださいよ、もう。みんな持ってる？持ってないよね。だって最近出たキャラですから、持ってない人が多いと思うんですけども、ダークホノ。前回の、超極獣神祭。はい、こちらで出た新キャラですよね。だから5月ぐらいか、はい、出た新キャラを、その時の10連で手に入れたんで、まあ、せっかくなら使ってこうかなっていう。まあ、お前弱いんか強いんかちょっと怪しいんですけども。まあ、一番最新キャラってことで使ってあげようかなと思います。で、まあ、能力としてはね、敵の動きを遅くしつつ、小列車を放つ。まあ、遠距離攻撃の範囲っていうので、まあ、なんか、安牌で強そう。安牌にね。ということで、まあ、やっていくんですけど、それだけじゃない。黒炎をね、引いた時に、その10連でコラボキャラを3体引くっていう、もう天才じゃない？そんなやつおる？っていう神引きをしたんですよ。けど、もうちょっと引いてみようかなと思う。残り2時間くらいかな。レアガチ引いたんですよ。多分5、6枚目に、なんと、こちら。黒キャスリー、手に入れちゃいました。これなんと、もうニャンコで一番強いです。ニャンコのもう何千何万キャラの一番頂点です。あざっす。っていうキャラをゲットしつつ、さらに、こちら、白炎、天命の王、炎も手に入れちゃいましたということで、やばくない？もう最近出た2種類当てちゃいました。しかもこの白炎、レアチケで3枚くらいで、ほんと2回か3枚目で当たったんですよ。だから最近ね、引けば、絶対限定が出る男。天才くんです。いや、マジ、ガチャン、カビが感じすぎてて、もうだからね、限定キャラ、ほぼ揃いました。じゃあ、ここ1ヶ月で、ちょっと強くなりすぎちゃってるんで、本当に、にゃんここんな簡単でええんっていう、逆に心配させちゃうかもしんないんですけど、ちょっとやっていこうと思います。はい。一旦お金貯めてね。猫サテライトも便利。で、これは、このステージなんかね、縛りがあって、EX と、なんだっけ、レア超激レア伝説キャラしか使えないみたいな縛りがあるんで、俺の大好きな猫漂流機が使えないんですけど、サテライトをエイリアンに強いんで頑張らせよ。あとは最近手に入れたこの猫、まあバグかなんかですかね。まあエイリアン対策を意識してるパーティーなんで、この水マリリンちゃんとかね、こいつ最強です。はい。バリアも破壊できるんで、エイリアンの最強のやつを出して、あ、全然出せんやん。縛りが厳しい。まあ、あと俺のお気に入りね。御霊と白キャス。ここね、ほんま強いんですよね。だからどのステージでも活躍できるんで、そう、白キャス、えい、来た、黒炎。遠距離の、んちょ、ワープしとるやんけ。黒炎。え、持って、やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。嘘やん。たどり着きました。俺の、このレアの、デビルサイキック猫が、めちゃくちゃこのステージ、ワープ対策としてね、優秀らしい。ちょっと今まで、ワープのやつなかったんで、よいしょ、こいつちょっとね、入れてこう。ということで、ちょっと残り2ステージの、一番ラストの前なんで、ここは余裕でクリアしたいんですけどね。
サテライトも最近進化させました。はい、エリアに最強ってことで、マジこの辺のレアがね、ぶっちゃけ超激レアよりも強い。最近ちょっといろんなキャラ進化させてるんで、このネコキョンシーとかもやられても復活するんで、はい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 、対エイリアン対策で頑張ってもらって、頑張ってもらってお金を貯めて壁も出して、はい前通りありがとうございます。お金を貯めて、じゃ一回お金貯めたいな。あー強すぎる、俺のキャラが強すぎてやっちゃってる。さあ黒炎マジで全てのキャラに強えやん。えぐいな。もう弱点とか存在しない。さあで、見たまで、ちょっと妨害を含めながらの、え、めっちゃ強い。止めてる止めてる。デビルサイキック強い。からの、はい、手に入れた黒炎。いってらっしゃい。いやー、ユニット出せんのきつい。ユニット出せんのきつい。いや、頑張ってるよ。だいぶエイリアン頑張ってる。エイリアン対策。早く出したい、早く出したい、早く出したい。早く出したいけど、え、だいぶ頑張ってる。で、なぜかいる、無課金最強猫ムーと、え？余裕じゃね？この、多分、デビルサイキック猫が、遅らせてんすよね、相手を。からの、白身玉で遅延かけて、いいよ。ある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 。さっきなんかめっちゃ苦しい感じ出してたのに。水まりんちゃん。早く早く早く。買ってくれ。なんで俺はこんなのにさっき手間取ってたんだって話ですけども。余裕じゃないかい。やばくない？レアのキャラクターを入れた瞬間にこんだけ余裕になります。これがニャンコ。マジで課金キャラが最強と思わせといて、レアキャラが最強。これがニャンコ大戦争。はい、第3章ラストビッグバーン。これクリアすれば、ニャンコの王になれます。てか、宝箱つけんの忘れとったわ。ちょっと萎えるね。宝箱つけていくわ。どうせ一発でクリアするし。で、ちょっと次は、エイリアン対策のやつでいこうかな。これ、最近分けたんですよね。属性別にね。で、対エイリアン最強パーです、これが。はい。これが俺の本気です。まあでも、このパーティーからね、除外するキャラって意外といないんですよ。まあ俺のエース、白キャス一旦休めるわ。黒炎せっかくならね。多分持ってる人ほんま少ないと思うんですよね。ご運の持ち主か、まあ課金さん、大富豪だけ。はい。ビッグバーン、レッツゴー。エイリアン対策は完璧です。いやもうステージからちょっといかついよね。あー、はい、画面外です、あんた。股間が目立ってんな、おい。じゃ、一旦壁出して止まらせといて、うわあ、バリア持ちっすね。バリア持ちは、まあ、メラバーニングでバリアを破壊しつつ、あと俺の大好き、猫漂流機です。もう宇宙編はこいつ入れとけば大抵なんとかなるのと、最近育てた猫ゴルファー。ちょっと、え？やばい。バリアがやばい。メラバーニングがいない。あれ？嘘やろ？嘘やろ？嘘やろ？難しいね。いや、バリアか。ちょっとバリア対策連れてくか。いや、レアじゃねえかな。超激レアで、バリアをワンパンするやつがいるんですよね。さあ、自由猫です。こいつです。必ずバリアを貫くんで、ちょっと連れていくか。よし！いや、ちょっとね、さっき突破難かったバリアは、ちょっと貫いてもらってね。自由の猫にね。申し訳ないんですけど、黒炎強いんですけど、ちょっとこのステージじゃねえなっていうので、ちょっと黒キャス入れます。はい、火力枠ね。カラーのフルアイテムでいきます。俺を怒らせたらどうなるかもって思ってんだこれ。一回このブラックホールの宝集めます。いやー、これは来た。さすがに、さすがに、危ねえ。同じとこ2回目クリアするのでももうね、しんどい。なんとか突破。これで宝。いや、この謎の目発動、これ結構重要っすね。お宝コンボ。これによってビッグバン攻略しやすくなったと思うんで、ちょっとワンパンしたいね。いきます！ちょっとクリアして、謎のご褒美みたいなの欲しい。
一旦お金貯めて、お前でかいっていい加減。フルアイテムです、使えそうなやつ一旦ね。いやいかつー、ほどほどにカード送ってね。波動対策の猫タコツボでボスの攻撃を和らげたい。で、漂流器はね、本能をだいぶ解放してるんで、多めに出していきたいよね、正直。この敵の中心。いやー、2倍タイム1回やめるか。いいよ。マラブ君倒す。いやー、バリアちょっと強えんだよね。バリアが。いや、全然、全然、全然、マジであるよ、今回。正直完璧じゃない、完璧じゃない、今んとこ、今んとこ完璧すぎない。プロキャス頑張れ。どうやったらあの股間野郎をしばけんのかな。 HP 結構あったっすよね。うわーやべ、キャスリーとかが軽くで強いんで、やっぱそこで確実に削っていかないといけないんですけどね。うわーなんか結構いかれてる気がする。オレンジとか渋いね。一旦耐えの時間ね。一旦耐えて、もう一回立て直さないといけない。周りが強い。いやー、全然ある。マジである。正直ある。バリ破壊して、いいよ。いや、でかい。プロキャスも入れて、ありそうじゃない？その、耐えてはいる。あとはね、マジでこの、いや、いや、周りいない、周りいない、周りいない、いけ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 、マジでボコボコにしろ変態。え、めっちゃ押してる、めっちゃ押してる、おるおるおる、うん、ゴール。え、勝ったんじゃないこれ。だってもうボスおらんよ。ボスおらんならもうその辺のやつらはもうゴルフで十分。いけ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 、うわぁ絶対勝った。見たままいて、メロバーニング、キャスリーも後から来るよ。うわぁ来た。うわぁ、なんだったんさっきまで勝てんの。パーティー正直変わってないんで、ガチお宝を取ってるか取ってないかの差まではあるっすね、本当に。うわぁ、俺ニャンコストーリー完全クリア来たっす。未来編参照？宇宙編参照か。うわぁ、やっと、やっとチュートリアル終わった。長すぎ。さあもう、こういうのは、見ないタイプなんで、すいません。プラチナチケットゲット、あっつ全クリアボーナス。猫超人が出現しました。ニャンコチョプラスから入手可能。あ、ニャンコチョゾーク広くなるんだ。え？え？ NP 効果マグリ？え？めちゃくちゃありがたいんですけど、これ。さあ宇宙編クリアしたんで、まあ、一旦ちょっとレジェンドストーリーでも開くか。セールね、買いますよ。さすがにプラチナチケットはね、優秀すぎる。超激レア確定なんでね、買うしかないっしょ。ということは、え、ご褒美っていうのがあれだったのかな。新しく手に入る猫ガチャ、猫ガチャから新しく手に入るやつと一回10連してみるか。なんか手に入るのかな。持ってないのが出ればいいんですよね。怪しいな。なんも、なんも。あ！絶対これだ！見たことない。猫超人、そう。さっき言ってたやつ。これを手に入れることができた。あ、これっすね。古代種に超ダメージ。古代種僕まだ出会ってないんで、まあ、今後のステージでもしかしたら大活躍しそうって感じっすね。まあ、多分ご褒美っていうのがこれかな。これか、まあ、あとは NP 交換が2から1から2になる。基本キャラの。これめっちゃありがたいですね。本能を使いやすくなるんで。はい。ということで。いやー、マジこのストーリー編。日本、未来、宇宙、全クリ。あっつー！この次なんか来ない？変なステージ。さすがにもうなさそうっすよね。なんか星とか。なんか宇宙編があったんで、宇宙滅亡編的なね。次のステージがあってもおかしくはないんですよ、ニャンコだとね。いやー、
やっとクリアした。もうここまで長すぎた。まあでも無事宇宙編クリアできてよかったっすね。いやなんか未来編とかも難かったっすけど、宇宙ね、結構難易度高かったな。でもこう漂流記が、なんか簡単に手に入るキャラかつ、本能解放とかすれば、ほんと最強クラスだったんで、こいつおればぶっちゃけいけんのかなっては思いましたね。まあということで、次からはレジェンドストーリーを進めるか、まあそれをね、ライキさんがね、結構やってるんで、まあちょっと俺も追いかけながら、このいろんなこのイベント、スペシャルステージもクリアしていこうかなと思います。まあちょっとプラチナガチャさっきもらったし、まあ3回だけね、これ100枚貯めようと思ってるんで、記念に3回だけ引こうと思います。で、これは何が出るんだろうね。ああ、もう限定券全種類出るっすね。だから俺は白系、白ミタマ、白ダルターニャ、白ガル。この3種類当てます。まああとは持ってないやつね、出たら神ですね。いや、これで白限定来たら、ほんまに、にゃんこに愛されてます。いきます。一回目。来い。持ってなかったね。うわぁ、持ってるー！でかい歯ですね。いや、まあこれも強い系。強いんですけど、まあ持ってるね。被ってないのがいいね。あと2回いきます。今の俺は最強だぜ。いきます。来い。白身魂。え、金ビリビリ、あ、そっか。持ってるー！武田信玄。持ってるね。持ってないのが欲しいんだよね。まあ男っても最後に行くもんですよ。いきます。頼む。白身玉。ザ・モッチャー・エリカイ！